これは私の持論かもしれないんですけど、居心地いいな、気使わないなって相手は多分めっちゃ気使われると思うんですよ。婚活して結婚した人もいればそうじゃない人もいると思うんですけど、初デートの時の今の旦那さんへの印象、基本的に女性って初デートこうやって思ってるんだなみたいなのを参考にしてもらえたら嬉しいなって思うので、初デートからめっちゃもうこの人だってビビビって来てたのか、それとも初デートそうじゃなかったくてどういう風に印象を持ってたのか、どうでしょうか。スピードコンゆうこさん、初デートは品川でお茶したんですけど、すごい超好印象でした。なぜなら、駅で待ち合わせたんですけど、普通ぼーっと立って待ってるかと思ったら、これは彼が意図したのか意図してないのかは、まだ未だ聞けてないんですけど、二宮金次郎みたいにこうやって本読んでたんですよ、小説。で、結構意外すぎて私としては。すごい好印象。それなんで意外だったんですか？本が好きそうな人じゃないからってこと？あんまり本読んで待ってる人って、このご時世にあんまりいないなと思って。確かに、スマホですもんね、今ね。その後見ないから、あれは戦略だったのかもしれませんが。意外な戦略が今わかんない。知的戦略。そうそう、知的戦略かもしれない。それは意外性で、あ、なんかこの人いいかもって思えたってこと。そうです。その人のキャラがわかんないけど、このご時世本読む人って意外っていう意外性ですよね。お見合いでキャラは分かってたので、それとの差かもしれない。ギャップってことですね。ギャップが感じられて、はい、いいかもってなった。なるほど。ありがとうございます。キミちゃんどうですか？私は最初ランチからだったんですけど、よく喋る人だなって思いました。なんかよく喋る人の印象ないけど、旦那さん。そう、すごく喋ってくれたから、逆に楽だったんですよね。私もそんなに会話を探さなくて済んだっていう感じで、多分そんなに喋る感じでは初対面ではないですけど、すごく頑張ってくれたんだと思います。じゃあ最初の時からいっぱい喋ってくれて、あ、楽だなって思って好印象だったってことですか？あ、そうですね。その後、何も聞かなくても話してくれるっていう。なるほど。最終的な結婚の決め手も楽だなって思ったからっていうことですか？あ、そうですね。やっぱり一緒にいて楽はめちゃめちゃありましたね。なるほどな。うん。ありがとうございます。上杉さんどうですか？私、上杉さんの時、お見合い帯同して、お見合いなのに、その後ご飯まで連れてって、今のさん。だから、その次のデートは、あんま初デートとかっていう感じではなかったんですけど、二人では初めてだったから、やっぱ全然恋愛感情とかなかったですね。ただ、すごい楽だったと。なんか素の自分でずっといられたし、たくさん過去の恋愛話、自分の話したりとか、相手の恋愛話をすることができて、二人で会う初デートの時から、素の自分でいられた。っていうのはありましたね。夜ご飯食べに行ったんですけど、その後に2軒目行っちゃって出てあんまりないと思うんですけど、でそこで彼の仲いい人のバーに連れてってもらったんですよ。でまた私が友達呼んでいいって言ったんですよね。まあそれも沙織さんと、まあ、もう一人友達なんですけど、なんかそれも心よくそうおせっかい沙織さんとオカマが来たって言ってたから、まあ二人で乗り込んでそういう私がこれしたいとかっていうのも素で言えて、それを受け入れてくれるっていうのはすごい嬉しかったですね。なるほど。まあじゃあキミちゃんと一緒で楽だったっていうのはあるかもしれないですね。トミコさんとアサコさんは多分恋愛からの結婚だと思うんですけど、結婚すると思ってないと思うんですよ、恋愛結婚の場合って。初めて会った時のなんか相手の印象、男性側の印象ってありますか？トミコさんから。まあ学生時代だったんであれかもしれないですけどめちゃめちゃ思い返してたんだけど、もう本当に20数年前だからと思って、まあ、素で入れれたっていうなんかね、キーワードが出たから、それにすごく似てる感覚で、友達になれそうみたいな、そのままの自分で初めて会った時もいたし、恋愛モードには全然入らないんだけど、一緒に過ごしてて、初めてのデートとかも、ボーリングに行ったんですけど、本当に学生って感じで、ボーリングに行って、プリクラを撮って、ご飯食べて帰るっていう、確かそういうデートだったと思うけど、私人生で初ボーリングだったんですね。でもちゃんと教えてくれるっていうか、イエーイとかやってくれたりとか、それで距離も縮まったりとかで、プリクラでも物理的な距離が縮まったりとかして、ですごいまだ多分その時は恋愛モードのスイッチ全然入ってなかったけど、本当にキミちゃんたちも言ってたように楽だな、その自分を出せて、ああ楽しかったみたいな人生になれたんで、そんなイメージだったような記憶です。
ありがとうございます。あさこさんはどうですか？私も遠い記憶なので、どうだったかなと思うんですけど、私は今の旦那さんと会ったのは20歳ぐらいの時なんですけど、会った瞬間にビビビっていうのはその時感じたんですよね。私は割と感覚派なので、あ、なんかこの人違うみたいな感じは受けてました。でもその後、友達をしながら初デートをした時には、なんかすごく彼に対して、なんかカッコつけてるな、頑張りすぎてんなっていう感じで、恋愛には発展しなかったんですよね。頑張りすぎてて殻に閉じこもってる人だな、みたいな感じで。ただその後、2年後、3年後にまた友達同士で再会して、2人で会うことになった時に、きっとね、彼はその時仕事かなんかで凹んでて、すごい凹んでることを私に対して打ち明けてくれたんですよ。前まではすごく、カッコつけてて完璧風な男性を装ってたけれども、自分がへこんだ時にその気持ちをちゃんと自己開示してくれて、こうなんだって私になんかこう頼ってくれた時の姿を見た時に、あ、私この人もサポートしてあげなきゃっていう風に思えて、距離が縮まって交際に至ったっていうのはあります。だからみんなとは違って、彼が多分自己開示してくれたからこそ私が寄り添えたっていう感じでしたね。で、まあ一緒にいたらそれぞれ楽だったし、まあトントントンじゃないかもしれないけど結婚に至ったって感じですね。まあでも優子さんと同じでギャップがあったから、なんかそのギャップに惹かれたみたいなことですかね。なるほど。総じて居心地の良さみたいなのをみんなが感じてたのかなって。優子さんも居心地の良さみたいな、気使わないなみたいなのあったんですか？ありました。お見合いの時からありました。これは私の持論かもしれないんですけど、居心地いいな、気使わないなって、相手は多分めっちゃ気使ってると思うんですよ。気使ってくれてるから、それを見せずに配慮してくれたりとか、細やかな気遣いをしてくれるから、気使ってんなって思うとこっちも気使うじゃないですか。でもそれを見せずにやってくれてることが、居心地の良さにつながってて、でも相手からしても気の使い方がハマりやすかったというか、だから気使ってるって感じを出してなかったんじゃないかなっていう、相手からしても心地のいい配慮とか気の使い方ですごく居心地の良さを感じてくれたんじゃないかなっていう、ピースがハマるってそういうことかなってすごい感じるんですよね。居心地よくちゃんとお互いが配慮とか思いやりとかを出し合ってるっていうか、お互い居心地もいいし、お互いちゃんと相手にも気を使ってるしっていう状態がハマったカップルのかなって私は最近思ってるんですけど、まあ今の話を聞くと、総じてみんなが居心地が良かったとか、そのギャップに深みを感じてる相手の、もっといろいろあるんだっていうところを感じてるっていうのが、やっぱ初デートではすごく大事なのかなとは思いました。なので結構私初デートの戦略の時に、お洋服の話を男性にはするんですけど、これ結婚相談所に限っての戦略になってくるんですけど、お見合いの時って大体スーツとかフォーマルじゃないですか。なので、初デートの時は結構カジュアルめに振る、それもなんかボロボロの T シャツとスニーカーとじゃなくて、すごい綺麗めなカジュアル、デニムに白いスニーカーにピシッとした T シャツにジャケットとかいう感じの綺麗めカジュアルダウンした感じをおすすめするんですよ。そうするとスーツとのギャップで、あっ、女性はなりやすいんじゃないかなっていうんで、お洋服は結構ギャップ出しやすいので、初デートで戦略としてお伝えすることがありますね。